アリーゼ・コルネはフランスニース出身の女子プロテニス選手。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高位はシングルス11位、ダブルス59位。これまでに WTA ツアーでシングルス6勝、ダブルス3勝を挙げる。日本語ではアリス・コルネなどの表記揺れも見られる。コルネは早くから天才少女として知られ、ジュニア時代の2005年、 15歳の時に主催者推薦で全仏オープンに出場した。この大会で1回戦を突破し、2回戦でフランスの先輩選手、アメリモレスモに挑戦する。2006年にプロ入り後、年齢による出場制限を受けながらも着実にランキングを伸ばしていく。2006年全仏オープンにて出場制限が外れた2008年。 グランドスラム大会に次ぐ規模の大会軍 WTATI トーナメントの BNL イタリア国際で準優勝を遂げ、ランキングも年初の55位から20位に上昇する。2008年全仏オープンで初めて第19シードに選出され、3回戦で第14シードのアグニエシからアドアンスカに4から6、4から6で敗れた。続く2008年ウィンブルドンは、 初戦敗退となったが、翌週に行われたハンガリーブ・ブダペスト大会で、シングルス・ダブルスの2部門制覇を成し遂げ、この大会で初めてのタイトルを獲得する。シングルス決勝では、アンドレ・ヤ・クレパーチを7から6、6から3で下し、ダブルスでは、ヤネッテ・フサロバとコンビを組んだ。2009年前後をオープンで、初の4回戦に進んだコルネは、第3シードのディナラ・サフィナニ2から6。 6から2、5から7で敗れた。2012年のストラスブール国際では4年ぶりのツアー決勝に進出したが、フランチェスカ・スキア・ボーネに46、46で敗れた。バートガシュタイン大会でも決勝に進出し、ヤニンナウィック・マイヤーを75、76で破り4年ぶりのシングルスに勝目を挙げた。2014年2月のドバイテニス選手権では、 準決勝で世界ランキング1位のセリーナ・ウィリアムズを6から4、6から4で破る主君を挙げた。決勝ではビーナス・ウィリアムズに36、06で破れしまい撃破はならなかった。その後2014年6月のウィンブルドン選手権では3回戦で第1シード、同大会5回の優勝を誇るセリーナ・ウィリアムズと再び対戦し、1から6、6から3、 6から4で破る快挙を見せた。コルネは、オリンピックフランス代表として、2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪、2016年リオ五輪の3大会に出場している。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。